あそこにいるのってアニヤンじゃないか。ティファ、やっぱりアニヤンだね。今日のコンサートなんだな。実はコンサートあるの？ピアノ演奏できるの？俺ピアノ弾けるけど弾いてもいいかな。置き手紙を残して消えちまったんだよ。恋人と駆け落ち、うん、恋人と駆け落ち、興味駆け落ち。ティファ、俺たちもセビロスをほっぽり出して駆け落ちしよう。このままではコンサートは中止だ。代理のピアニストを紹介してくれって。クラウドさん、ピアノ弾けるんすよ。弾いてあげたら出すか。でも、ここじゃ限界なし。俺今ティファと別行動してることになってるから。俺今俺この場にいないから。あ、そういえばティファの部屋にはピアノあったね。ティファピアノ弾けるんじゃないの？格闘家の強靭な、それで言って繊細な指。あんたピアノ経験者だね。あ、やっぱり経験者なんじゃない？はい、でも子供の頃に習っただけで。あ、だからティファの部屋にピアノあったんだね。贅沢言ってる暇はないよ。さ、つべこべ言わずに手を貸しな。ティファさん大丈夫っすよ。俺とクラウドさんがしっかりサポートするんだよ。こっちはボロンボロン。クラウドさん、そんな粗末なものは出さないでくださいよ。ボロンボロン。さあティファ、ピアノを弾くんだ。俺がボーカルやってあげるから。ティファさん、俺もサポートするっすよ。安心してください。さあティファ座るんだ。演奏するんだ。ティファのテーマ、それでは聞いてください。歌クラウド、伴奏ティファにて、ティファのテーマ、いきます。ポーコーチン。ポーコーチン、興味ないね、興味。ポコチンコ、ポコチンコ、興味ない。でかくてもちっちゃくても興味ない。ポコチンコ、ポコチンコ、興味ない。なあそうだろう、エッジお前もポコチン興味ないよな、ウェッジ。クラウドさん、クラウドさん、折れます。そうだよね、ウェッジ。はい、クラウドさん興味ないっす。ポコチンコ、ポコチンコ、おまんこ。あ、ポコチンコ、ポコチンコ、興味ない。ありがとう、ウェッジ。興味ないね、ポコチンコ、興味ない。ポコチンポーポー。やったな、ティファ。やったっすね、ティファさん。こんな歌で良い評価もらっていいのかな。完璧な演奏でした。皆様、ピアニストに今一度盛大な拍手。盛大な拍手を。ありがとう、ありがとう、ティファ、ウェッジ。やったっすね、ティファさん。本当にこれでいいの？なんだか最低な歌だった気がするよ。あなたのおかげで助かりました。本当にあんな歌で大丈夫でしたか？アモールカードあれば、ティファの水着姿見れるじゃん、これ。ありがとうね、本当に。その話なら私がするよ。呼び出し料に。あ、これちょっとマムに中抜きされちゃうやつだ。ティファちゃんと俺とウェッジの出演費ももらっておいてね。愛するパートナーと共に
誰にも邪魔されぬ町へと旅立ったそうだ。ギは俺たちも旅立っちゃう。一緒にセビロスほっぽり出してさ、恋人たちも救ったようだな。あ、本当？あんな歌で。ギは俺とウェッジの歌声良かっただろ。ギはさ、もっと褒めてほしいっすよ。誰が愛のキューピッドたち。ん？俺も遊びに行っていいっすか、アニアさん。ウェッジ、お前みたいなデブはダメだね。クラウドさん、デブに厳しいっすよ。まあ、ほんと何だったの？マッスル合宿場って何これ？あの、すいません。あ、ジーナンさん。よく来たね、クラウド君、ティファ君。こうやって年に一度、潮風と太陽を浴びて筋肉に磨きをかける合宿をしてるんだ。どうだい？うずうずするかい？はい、実は最近トレーニングできてなくて。リファ君ならいつでも大歓迎だよ。好きに鍛えていってくれたまえ。興味あるね。本当ですか？キワのトレーニング興味あるね。あ、クラウド君、筋トレに大事なものが何かわかる？何ですか？栄養素とかじゃない？んやっぱ気持ち？気持ちじゃない？そうだね、何事も気持ちが大事だよ、ね、気持ちだよね。でもそこは心配していないよ。僕たちの筋トレにかける情熱は本物です。ジーナンさん、それじゃ本題に入ろうか。頼みというのは他でもない、合宿場の周りで目撃されたモンスターを退治してもらいたいんだ。いいだろう、分かった。ありがとう。安心してトレーニングができる環境というのも、ね、筋トレには大事だからね。助かるよ。さっさと倒しちゃおう。そうだね、ティファ。そうだね、体を動かしたいって思ってたから嬉しくって。子供の頃とは別人だ。どんな子だと思ってたの？クラウドさん、でもティファさんと仲良くなかったっすよね、子供の頃。ティファさんのことあんま知らないっすよ。うるさい、黙っていろ。ウェッジ、お前あんま黙っとけよ、そういうことは。終わりました、ジーナさん。クラウド君、ティファ君、モンスターを退治してくれたんだって。そうだね、ありがとう。これで心置きなく筋トレができるよ。あの、もしかして先輩たちを筋肉対決で負かしたのってあなたですよね？そうだね。おい新人、出た。引きずってならないぞ。でも本当のことですよね？グヌル、ティファさんですよね？私、ティファさんの噂を聞いて、それでジムに入会したんです。私だけじゃないんですよ。ほら、他にもこんなにいっぱい。ティファ人気じゃん。アミナ君の言う通り、ティファ君のおかげで女性の会員がうんと増えたんだ。とても感謝している。ありがとう。そんな、私は別に。ティファさんは私の憧れなんです。それで、あの、私と腹筋勝負してください。腹筋勝負？腹割って話そうぜ。アミナ君は君を目標に鍛え続けてきたんだよ。だから手合わせしてやってくれないか？今俺も興味あるね。アミナ君に勝ったら報酬を上乗せするってこと。おいおい、今やるしかないって。そうかな。あ、腹筋勝負、あ、なんかむずそう。ティファのおっぱい興味しかないね。え、クラウドどこ見てるの？あー、報酬が上乗せされるならやるしかないよね。手加減なしで。ティファ腹割って話そうぜ。いけ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 。うわ、ちょっと、こんなん集中できるか。 R1、L1、L2、R2、R1、L1。 あいつ弱くね。隣のあいつ弱いよ。あ、ちょっと消えるのマジやめろって。あー、レンタね。あー、やばい。ティファ何やってんだ。ティファいいぞ。でもめちゃくちゃエッチだよ、ティファ。はい、2、3、4。ティファいけ。このままじゃ負けちゃうから、ティファ急げ。ティファこのままじゃ負けちゃうって。まずいよ。ティワ、興味、興味。あ、ティワそのポーズエロすぎるって。あ、ティワが負けた。うちのティワ負けず嫌いなんで。ティワお前ならいける。
お前は昔スラムの頃あのジーナンさんに勝ったじゃないか。お前の筋肉は本物だ。筋肉は裏切らない。ティファ、いいぞ。興味がすごすぎる。あ、冷えるの本当。やめて。興味そがれる。あ、やばいってこれ本当に。ティファいいよ。肩にちっちゃいジープ乗ってんのかい。肩にでっかいバスターサード乗ってんのかい。肩にでっかいシンラビル乗ってんのかい。肩にでっかいウェッジ乗ってるんかいこれ。いいよティファ。もうそのままそのまま。もうなんかもうこれ体でいっちゃう。ティファちょっと集中できないですよ。スクエアエニックスの皆さん、これ本当にありがとうございます。あ、ティファ頑張れ。今のうちに追いつけるね。興味リミットブレイク。ティファいけ。揺れてる。すごいすごい。あ、もうこんなもうダメ。集中できなすぎて、もうエドすぎて。ありがとう。ティファやった。危ない。危なかったね、かなり。ティファ信じていたね。やっぱりお前がナンバーワンだ。ティファあまりにもエッチすぎて、もう視力 3.0 まで回復しますよ。すごいな。あなたもいい勝負だった。ティファさんは私のみんなの憧れなんです。そりゃそうだ。こんなに可愛いからね。血の滲むような努力が見えるから、私も頑張らなきゃって思うんです。私なんて、うん、ありがとう。嬉しい。あのディファさん、よかったら私の師匠になってくれませんか。え、私でも。ぜひ僕からもお願いするよ。ティファ君さえよければたまに顔を出して彼女を導いてやってくれないか。いいんじゃないか。私でよければ一緒に鍛えようね。その時は一緒に俺も腹筋見守らせてもらうからね。え、ちょっと何こいつ、キモいキモいキモい。師匠だって陰キャの俺よりよっぽどキモいって。こいつ中身おじさんだろ。モンスター退治。ティはやばいって。こいつ約束上乗せしておいたから受け取ってくれ。二人とも鍛えたくなったらいつでもおいで。いや、ジーナンさん、こちらとしても本当にありがとうございました。今日はね、めちゃくちゃいいものが見れて、本当俺の股間のバスターソードも元気元気飲んだんだから。